遺伝子組み換え食品は遺伝子工学の手法を用いて DNA 組み換えがなされた生物から製造された食品である。英語表記の当時語から GM 食品や GE 食品とも呼ばれる。米国ではバイオ工学食品といった表記もされている。遺伝子工学の技法は選抜育種や突然変異育種といった従来の品種改良方法と比較した場合、 新たな形質の導入やより優れた形質の制御を可能にしている。遺伝子組み換え食品の商業販売は1994年、カルジーン社が追熟を遅らせたトマトのフレーバーセーバーを販売した時に始まった。組み換え食品の大部分は大豆、トウモロコシ、油菜、綿など農家からの需要が高い商品作物に主に焦点を当てている。遺伝子組み換え作物は 病原体体制や除草剤体制及び栄養化工場を目的に取り組みが行われている。GM 作物から派生した現在入手可能な食品は従来の食品よりも人間の健康に大きなリスクをもたらさないという科学的コンセンサスがあるが、それでも GM 食品はそれぞれ導入前に個別的に試験を行う必要がある。それにもかかわらず一般の人たちは GM 食品を安全だと考える可能性が科学者よりも著しく低い。GM 食品の法整備や規制の状況は国によって異なり、一部の国ではそれを禁止したり制限をかけており、他の国では規制の度合いに大きな差はあるもののそれを認可している。ただし、食品の安全性、規制、表示、環境への影響、研究方法、一部の GM 種子が あらゆる新種植物とともに企業の所有する育成者権の対象であるという事実に関する社会的関心は今も続いている。遺伝子組み換え食品とは従来の後輩育種とは対照的に遺伝子工学の手法を用いて DNA に変化を与えた有機体から製造された食品のことである。米国では農務省とアメリカ食品医薬品局が 遺伝子組み換えよりも遺伝子工学の用語使用がより正確だと指示している。米国農務省は遺伝子組み換えを遺伝子工学、またはその他従来の方法を含むと定義している。世界保健機関によると遺伝子組み換え生物から製造、またはそれを使っている食品が多くの場合 GM 食品と呼ばれているという。人間が関わった食品の遺伝子操作は 紀元前1万500年から1万100年頃の人為選択による植物の作物化や動物の家畜化から始まった。望ましい形質を備えた生物を次世代繁殖のために使いつつ、その形質を変えた生物は繁殖しないという選抜育種の手順が現代の遺伝子組み換えという概念の先駆けである。1900年代初期の DNA 発見。 そして1970年代にわたる遺伝子技術の様々な進歩があって、食品内の DNA 及び遺伝子を直接的に組み替えることが可能になった。遺伝子組み替え微生物の酵素は、食品生産における遺伝子組み替え生物の初適用であり、1988年に米国食品医薬品局によって承認された。1990年代初頭、 組み換えキモシンがいくつかの国で使用承認された。チーズは一般的に牛の胃袋から抽出された酵素混合物連ネットを用いて作られていた。科学者は最近をキモシンの産生を行うように改変した。キモシンは牛乳を凝固させることも可能であり、チーズカードの生産に利用することができた。販売が承認された最初の遺伝子組み換え食品は、 1994年のフレーバーセーバーというトマトだった。カルジーン社によって開発されたそのトマトは、成熟を遅らせるアンチセンス遺伝子を導入することで、より長い貯蔵寿命を保つよう設計されたものだった。中国は1993年にウイルス耐性タバコの導入で遺伝子組み換え作物を商業化した最初の国である。1995年、 バシラスチューリンゲンシスを組み込んだジャガイモの栽培が承認され、米国で承認された最初の防虫作物生産となった。1995年に米国で販売承認を受けた他の遺伝子組み換え作物には、油脂素性の油菜、BT トウモロコシ、除草剤、ブロモキシニル体制がある綿、BT 綿、グリコサート体制の大豆、ウイルス体制のカボチャ、 および他の追熟チエントマトがあった。2000年にゴールデンライスが作り出されて、科学者は栄養価を高める目的の遺伝子組み換え食品を初めて成し遂げた。2010年までに29カ国が商業化された遺伝子組み換え作物を植え付け、さらに31カ国が遺伝子組み換え作物の輸入に対して規制当局の承認を与えた。2011年の米国は、 GM 食品の主要生産国であり、25の GM 作物が規制当局の承認を受けた。2015年、米国で生産されたトウモロコシの92%、大豆の94%、綿の94%が遺伝子組み換えされた系統種だった。食品用途で承認された最初の遺伝子組み換え動物は2015年のアクアドバンテージサーモンであった。 このサーモンは、マスノスケ由来の成長ホルモン調節遺伝子及び、オーシャンパウト由来のプロモーターによって、春かきだけでなく一年中成長できる、要形質転換されたものだった。2016年4月、米国農務省が当局の規制プロセスを通す必要がないと語った、ことで、クリスパー技術を用いて組み換えられた白いマッシュルームが、米国で事実上の承認を受けた。 改変手順に外来 DNA の導入が関わっていなかったため、当局がこのキノコを免除とみなした。最も広く栽培されている GM 植物は除草剤耐性を獲得するようデザインされている。2006年までに一部の雑草集団は同種の除草剤の一部に対して耐性を示すよう進化している。大穂長青芸島は綿と競合する雑草である。 アメリカ南西部原産で東へと移っていき、GM 綿が導入されて10年も経たない2006年にグリコサート体制があるものが初めて発見された。遺伝子組み換え食品は複数段階のプロセスで作られる。第一段階は追加したい、有用な遺伝子を別の生物で同定することである。遺伝子は細胞から採取するか人工的に合成することが可能で、 それからプロモーターとターミネーターの領域や選択マーカーも含めた他の遺伝的要素と組み合わせる。その後で遺伝的要素が標的のゲノムへ挿入される。DNA は一般に細胞の核膜を貫いて直接核に注入できるマイクロインジェクションを使用したりウイルスベクターを使用することで動物細胞に挿入される。植物では DNA は多くの場合アングロバクテリウムの中立ちによる組み替え、バイオリスティック、エレクトロポレーションを使用して導入される。遺伝物質で形質転換されるのは単一の細胞だけであるため、その単一細胞から生物を再生する必要がある。植物の場合、これは組織培養によって行われる。動物では導入された DNA が、 ES 細胞に存在することを確認する必要がある。PCR、サザンブロッティング、DNA シークエンシングを用いて追加試験が行われ、生体が新しい遺伝子を有していることを確認する。従来、新しい遺伝物質は宿主ゲノム内に無作為に導入されていた。日本鎖の切断を作って、細胞の自然な騒動組み替えの修復システムを 利用する遺伝子、ターゲティング技術は、正確な位置への標的導入をする目的で、開発された。ゲノム編集では、特定箇所で切断を作る、人工的に改変されたヌクレアーゼを使用する。改変されたヌクレアーゼには、メガヌクレアーゼ、ジンクフィンガーヌクレアーゼ、転写アクティベーターに似た、エフェクターヌクレアーゼ、キャスキュー、ガイダーナシステムの4つの種類がある。 トランとクリスパーの2種類が最も一般的に使用され、それぞれに独自の利点がある。トランは標的と食い性により優れており、クリスパーは設計がより簡単で効率的である。遺伝子組み換え作物とは農業で使用されている遺伝子組み換え植物である。開発された第1世代の作物は動物、または人間の食物に使用され、 特定の害虫、病気、環境上限、腐敗、または科学的処理に対する体制を獲得した。第2世代の作物は多くの場合栄養的側面を改変することで、その品質を改良することを目的としていた。第3世代の遺伝子組み換え作物は、医薬品、バイオ燃料、その他産業で有用な商品の生産を含む非食品目的、並びに、 バイオレメディエーションに使用されることが可能となった。GM 作物は昆虫の害圧を減らして収穫を向上し栄養価を高め様々な非生物的ストレスに耐えるために生産されている。2018年時点で商業化されている作物はまた大豆、トウモロコシ、油菜などの商品作物に限定されており導入された形質の大部分は除草剤耐性。 または、昆虫抵抗性の獲得である。大部分の GM 作物は、特定の除草剤、通常はクリホサート、またはクルホシネートに基づく、除草剤に耐性を持つよう改変がなされている。除草剤に抵抗するよう設計された遺伝子組み換え作物は、従来の方法で育てられた抵抗性品種よりも、今や多く出回っている。 昆虫抵抗性を操作するために使用される現在、利用可能な遺伝子の大半は B 中林原リンゲン細菌に由来するもので、デルタエンドトキシンを高度する。植物性殺虫タンパク質を高度する遺伝子を使用するものもいくつかある。昆虫抵抗性をもたらすバチルスチューリンゲンに由来しない唯一の商業用を取る遺伝子は捧げのトリプシン阻害因子である。 CPT は1999年に綿での使用が最初に承認され、現在は米での試験が実施されている。GM 作物の1%未満がウイルス耐性付与、老化遅延、植物組成の変更など他の特性を含むものだった。農家での採用は急速であり、1996年から2013年の間に、 GM 作物を工作した土地の創作付け面積は100倍に増加した。その普及は地理的に一様ではないが、南北アメリカとアジアの一部では力強く拡大しており、ヨーロッパとアフリカではほとんどない。その社会経済上の普及はより均一で、2013年に世界の GM 作物の約54%が発展途上国で栽培されたものである。疑問は 定期されているが、GM 作物の栽培は農薬の使用を減らし、作物の収穫量と農場の利益を増やすので、農家に有益であることが、実に多くの研究で判明している。パパイヤのサンセット品種の写真。これが、遺伝子組み換えされて、パパイヤリングスポットウイルス耐性の品種、サンプができた。パパイヤは、リングスポットウイルスに耐性があるよう遺伝子組み換えが、 された。サンプは外皮タンパク質遺伝子 PRSV について、ホモ接合体となるよう遺伝子導入を施した赤い果肉のサンセット品種パパイアである。レインボーはこのサンプと遺伝子導入されていない黄色い果肉のカポ方向配することによって開発された黄色い果肉の F1 ハイブリッド品種である。この GM 品種は1998年に承認され、 2010年までにハワイのパパイヤの80%が遺伝子組み換えされたものになった。ニューヨークタイムズ氏はこれがなかったら同州のパパイヤ産業は崩壊していただろうと述べている。中国では遺伝子導入型 PRSV 体製パパイヤが河南農業大学によって開発され2006年に商業植林が最初に承認された。2012年現在、 関東省で栽培されているパパイヤの95%及び海南省で栽培されているパパイヤの40%が遺伝子組み換えされたものである。香港ではどんな種類の GM パパイヤでも栽培及び出荷が免積されており、栽培及び輸入されたパパイヤの80%以上が遺伝子組み換えされたものである。土壌細菌柱スチューリンゲンシスを使って開発された GM 食品のニューリーフポテトは収穫量を損なうコロラドハムシから植物を保護するために生み出された。1990年代後半にモンサントによって市場にもたらされたニューリーフポテトはファーストフード市場向けに開発されたものであった。小売業者がそれを拒否して食品加工業者が輸出問題に遭遇したため2001年に撤退した。2011年 バスフ社は、ホルトゥナポテトを飼料及び食品として、栽培、販売するため、欧州食品安全機関の承認を要求した。このジャガイモは、メキシコのジャガイモや生種サレナムバルボーカスタノムに、由来する、耐性遺伝子 BLB1 と BLB2 を追加する、ことで同化レビュー体制となった。2013年2月、バスフは、その出願を跳ねつけた。2014年、 米国農務省は JR 新プロット社によって開発された遺伝子組み換えジャガイモを承認した。これにはあざを防ぎ、揚げた際にアクリルアミドを生成しにくい銃の遺伝子組み換えが行われている。この組み換えでは新たなタンパク質を導入するのではなく RNA 干渉を介してジャガイモから特定のタンパク質を除去している。2005年現在、米国で栽培されているズッキーニの 約13%は3つのウイルスに耐性があるものへ遺伝子組み換えがされている。その品種株はカナダでも栽培されている。アブラムシが媒介する病気ウメワモンに耐性があるよう遺伝子組み換えされたプラム。2013年、米国農務省はタンジェリン由来の遺伝子を過剰発現するとともに他の遺伝子を抑制してリコピン酸性を増加させたピンク色をした。 GM パイナップルの輸入を承認した。この植物の開花周期はより均一な成長及び品質を提供する目的で変更された。米国農務省の動植物検疫所によると、この果実は収穫後に環境へと伝播して持続する能力がない。デルモンテの提出文によると、このパイナップルは植物の花が適合した花粉源にさらされないため種子生産しない。 探索で商業栽培されている。ハワイへの輸入は植物衛生上の理由で禁止されている。2015年2月、アークティックアップルズが米国農務省によって承認され、米国内の販売が承認された最初の遺伝子組み換えリンゴとなった。遺伝子サイレンシングはポリフェノールオキシダーゼの発現を低下させて果実の合併を防止するために使用されている。 食品及びエタノール生産に使用されるトウモロコシは様々な除草剤への耐性や特定の昆虫を殺すビーチューリンゲン質由来のタンパク質を発現するよう遺伝子組み換えがなされている。2010年に米国で栽培されたトウモロコシの約90%が遺伝子組み換えされたものである2015年の米国ではトウモロコシ作付け面積の81%が BT 形質を備えたもので、同89%がクリホサート体制の形質を備えたものだった。トウモロコシはパンケーキ等や離乳食、シリアル、一部発酵製品の成分であるコーングリッツ、コーングルテンミール、コーンスターチに加工可能である。トウモロコシ素材のマサコナやその生地はタコス外側のコーンチップであるトルティーヤの製造に使われる。 遺伝子組み換え大豆は除草剤に耐性があり、より健康的な油を生産するように組み換えが行われている。2015年、米国の大豆作付け面積の94%がグリホサート耐性になるよう遺伝子組み換えされたものである。ゴールデンライスが栄養価を高めることを目的とした最もよく知られている GM 作物である。米の加食部にて、 ビタミン A 栓具体の β カロチンを生合成する3つの遺伝子で設計されている。これはビタミン A 食物の不足地域で栽培及び消費される栄養強化食品となることを意図したもので、その欠乏症は毎年67万人の小児の命を奪っており、さらに50万人の不可逆的な小児失明を引き起こしていると推定されている。 当初のゴールデンライスは1.6マイクログラム G のカロテノイドを産生していたが、さらなる開発によりこの23倍に増加した。オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカ合衆国で2018年に食品用途での初承認を獲得した。2017年12月時点で遺伝子組み換えコムには実地試験での評価審査がされているものの、 商業的な販売には至っていない。デンプンはあらゆる緑の植物がエネルギー貯蔵庫として生産する多糖類である。純粋なでんぷんは白くて無味無臭の粉末である。それは直射状のアミロースと枝分かれのあるアミロペクチンという2種類の分子で構成されている。植物によるがデンプンは一般的に重量で20-25%の アミロースと75-80%のアミロペクチンを含有する。デンプンはさらに特定目的用の加工デンプンを作るために加工することが可能で、これには加工食品における多くの糖分生成が含まれる。具体的には以下のものがある。レシチンとは自然界に発現する脂質で卵黄や油生成の植物で発見されている。乳化剤であるため、 多くの食品で使用される。トウモロコシ油、大豆油、紅花油がレシチンの資源となるが、市販されているレシチンの大多数は大豆から得られる。十分に処理されたレシチンは、標準的な試験方法では検出できないことが多い。FDA によると、レシチンが一般的なレベルで使用される場合、公衆への危害を示す、または示唆する証拠はない。 食品に添加されるレシチンは平均して毎日消費される 15g のグリセロリン脂質のわずか2から10%に過ぎない。それにもかかわらず GM 食品に関する消費者の懸念はそのような製品にまで及んでいる。この懸念が2000年の欧州における政策と規制の変更をもたらし、レシチンを含む GMO 由来の添加物を含む 食品の表示を必要とする、規制50-2000が可決された。現在の試験方法では、レシチンのような誘導体の起源を検出することが困難なため、ヨーロッパでレシチンを販売したい人は、包括的な IP、ハンドリングシステムを使用するよう、欧州規制は要求している。米国は、砂糖の10%を輸入しており、残り90%は、天才と、 佐藤キビから抽出される。2005年の規制緩和後、グリホサート体制の天才が、米国で広く採用された。2011年、米国の天才作付け面積の95%には、グリホサート体制の種子が植えられた。GM 天才は、米国、カナダ、日本で栽培が承認されており、その大半は米国で栽培されている。GM 天才は、オーストラリア、 カナダ、コロンビア、EU、日本、韓国、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、ロシア連邦、シンガポールで輸入及び消費が承認されている。生成プロセスからのパルプは動物飼料として使用される。GM 天才から作られる砂糖には DNA やタンパク質が含まれない。遺伝子組み換えしていない天才から作られる砂糖と科学的に区別できないのは スクロースだけである。国際的に認められた研究所による独立した分析では、ラウンドアップ体制天才を原料にする砂糖が等しく栽培された従来の天才原料による砂糖と同一であることが判明した。米国で使用される植物油の大部分は油菜、トウモロコシ、また大豆などの GM 作物から生産される。植物油は食用油、ショートニング、 マーガリンとして消費者に直接販売され、加工食品に使用される。植物油には、原料作物由来となるごく少量のタンパク質や、DNA が含まれている。植物油は植物、または種子から抽出された、トリグリセリドでできており、それが生成されて水素化を介したさらなる処理で、液体油を個体にすることもある。 生成プロセスによってほぼすべての一人グリセリド成分が除去される中鎖り、トリグリセリドは従来の油脂の代替品となっている。脂肪酸の長さは消化プロセス中の脂肪吸収に影響する。グリセロール分子の中央にある脂肪酸は末端にある、脂肪酸よりも吸収されやすく、代謝に影響を与えると考えられている。通常の脂肪とは異なり、 MCT は炭水化物のように代謝される。それらには格段の酸化安定性があり、食物が急速に不敗臭を放つのを防いでいる。家畜や家菌は飼料で飼育されているが、米国ではその多くが GM 作物を含む加工食品の残余で構成されている。例えば、菜種の約43%は油である。油抽出後の残りは飼料の成分になり、 それには、菜種のタンパク質が含まれている。同様に、大豆の大部分は油及び食事用に栽培されている。高タンパクのいった脱脂大豆は、家畜の飼料及びドッグフードになる。米国の大豆作物の98%が家畜飼料に使用されている。2011年、米国のトウモロコシ収穫量の49%が家畜飼料に使われた。 ますます感度が高まっている手法にもかかわらず、試験では与えられた資料の種類による動物の肉、牛乳、卵の異を、まだ立証できていない。結果的に、肉、乳製品、卵製品を見るだけで動物に GM 大豆が与えられたかを知ることは不可能である。資料中の遺伝子組み換え材料の存在を確認する唯一の方法は、資料自体の起源を分析することだという。 GM 史料が動物の健康に及ぼす影響を評価した研究に関する2012年の文献レビューでは小さな生物学上の際が時折発見されるものの動物が悪影響を受けたという証拠は見つからなかった。このレビューの研究は90日から2年に及ぶ範囲で長期研究のいくつかは生殖及び世代間の影響を考慮している。 遺伝子組み換え微生物により生み出された酵素も、また栄養素及び消化全体の有用性を高めるべく、動物飼料に組み込まれている。これら酵素は、動物の腸内微生物層にも有益なものをもたらし、飼料に含まれる高栄養因子を加水分解する。リンネットは牛乳をチーズに凝固させるのに使われる酵素の混合物である。もともとは、子牛の 第4胃袋からしか入手できず、希少かつ高価なもので、あるいは微生物源から入手可能だったため不快な味を生成することも多かった。遺伝子工学が動物の胃からレンネット酸性遺伝子の抽出を可能にし、それらを細菌や真菌や酵母に挿入して、鍵となる酵素肝心を酸性させることが可能になった。遺伝子組み換えした。 微生物は発酵後に死滅させる。キモシンは発酵ブロスから分離され、チーズ生産者が使用する発酵酸性キモシンは、甲子由来のレンネットと同一のアミノ酸配列である。適用されたキモシンの大部分は保衛に保持される。微量のキモシンがチーズに残る場合もある。FBC は、アメリカ食品医薬品局に承認された、最初の人工生成された酵素となった。 1990年以来、FPC 製品は市場に出回っている。1999年、米国のハードチーズの約60%が FPC で作られ、その世界市場シェアは80%に達した。2008年までに、米国と英国で市販されているチーズの約80から90%は FPC を使って製造されたものとなった。一部の国では、 牛乳生産を増加させるために遺伝子組み換えのウシソマトトロピンの投与が承認されている。RBST は RBST 処理をした牛乳に存在する可能性があるが、それは消化器系で破壊され、人体の血流に直接注入されても人体への影響は観察されていない。アメリカ食品医薬品局、世界保健機関、アメリカ医師会、アメリカ栄養士協会、 国立衛生研究所は RBST 処理牛の乳製品及び肉は人間が摂取しても安全であるとそれぞれ独自に述べている。しかしながら2010年9月30日、第6巡回区連邦高素裁判所は提出された証拠を分析することで RBGH 処理牛の父と未処理牛の父との蘇生の違いを発見した。同裁判所は RBGH 処理牛の父にインスリン様成長因子一量の増加があり、牛の出入サイクルにおける特定の時点で産生された場合に脂肪含有量が高くて、タンパク質含有量が低くなると述べた。そして体細胞数の増加も見られ、これは牛乳をより急速に酸っぱくさせる可能性があるとした。遺伝子組み換え家畜は人類の消費用に飼育されている牛、羊、 豚、ヤギ、鳥、馬、魚など各種の生物であり、その遺伝子材料は遺伝子工学技術を使って組み替えが行われている。その種には自然発生しない目的の新たな形質を動物に組み入れる、いわゆる遺伝子導入も一部行われている。オーストラリアニュージーランド食品基準を代表者として刊行された2003年の評価書は、 陸生家畜種の他魚や貝といった水生種の遺伝子導入実験も検討した。同評価書は実験に使用された分子技術のほか動物や製品中の導入遺伝子を追跡する技術及び導入遺伝子の安定性に関する問題を検討した。通常は食料生産目的で使用される一部哺乳類は非食料製品を生産する目的でも組み換えが 行われており、これは、ファーミングと呼ばれたりもする。鮭悪アドバンテージサーモンは1997年より、規制当局の承認を待っていて、2015年11月に、米国 FDA によって、人間の消費が承認され、カナダとパナマにある陸上の不可用食場で飼育された。現在入手可能な GM 作物に由来する食物は、従来の食物よりも、 人間の健康に大きなリスクをもたらさないというのが科学的コンセンサスであるが、それでも各 GM 食品は導入前に個別に試験を行う必要があるとされている。それにもかかわらず一般の人々は GM 食品を安全だと考える可能性が科学者よりもはるかに低い。GM 食品の法的及び規制上の状況は国によって異なり、 一部の国では禁止、または制限を行っており、また別の国では規制の度合いは大きく異なるものの許可をしている。反対論者は、長期的な健康リスクが適切に評価されていないと主張して追加の検査、表示、市場から撤去の様々な組み合わせを提案している。社会的、環境的責任を求める欧州科学者ネットワークは、 現在の GM 食品の安全性を科学が支持しているという主張に意義を唱え、各 GM 食品は個別を基本に判断されねばならないと提唱している。GM 食品の法的状況や規制状況は国によって異なり、一部の国では禁止、または制限を行っており、また別の国では規制の度合いは大きく異なるものの、それを許可している。米国、カナダ、レバノン、 エジプトなどの国々は実質的同等性を用いてさらに試験が必要か否かを判断するが EU、ブラジル、中国などの国々は GMO 栽培を個別基準で許可している。米国では GMO が一般に安全と認められると FDA が判断してその GMO 製品が低かへの製品と実質的に同等である場合追加のテストを必要としない。 仮に、新しい物質が見つかった場合、潜在的な毒性、アレルギー誘発性、人への遺伝子導入、または他の生物への遺伝子的異形交配の可能性といった懸念を埋めるため、さらなる試験が必要になる場合もある。緑、表示の義務付け。赤、遺伝子組み換え食品の輸入及び栽培を禁止。GMO の開発及び販売に関する政府の規制は、 国によって大きく異なる。顕著な際としては、米国の GMO 規制と欧州連合の GMO 規制が分かれている。規制は対象製品の用途によっても異なる。例えば、食品用途を意図しない作物は概して食品、安全性の責任当局による審査が行われない。米国では3つの政府機関が GMO を規制している。アメリカ食品医薬品局は、 潜在的なアレルゲンについて有機体の化学蘇生をチェックしている。米国農務省は実地試験の監督及び GM 出資の流通監視を行っている。米国環境保護庁は昆虫に有毒なタンパク質を含むよう組み替えられた植物を含む農薬の使用状況を監視する責任がある。USDA と同様に EPA もまた環境上の安全を確保するべく。 農薬と接触した作物の実地試験及び流通を監督している。2015年、オバマ政権は政府の GM 作物規制方法を刷新すると発表した。1992年、FDA は製作声明、新しい植物品種に由来する食品を発表した。この声明は、デオキシリボ核酸組み換え技術を使って開発された。 新しい植物品種から製造された食品に関する連邦食品、医薬品、化粧品法の FDA による解釈を明確化したものである。FDA は開発中のバイオエンジニアリング食品について FDA と協議する要開発者側に奨励した。FDA は開発側が協議のために定期的に来訪していると述べている。1996年、 FDA は競技手順を更新した。スターリンクコーンの回収騒ぎは2000年の秋に発生し、この時は300以上の製品に人間の消費が承認されていない遺伝子組み換えトウモロコシが入っていたことが発覚した。これが遺伝子組み換え食品の最初のリコールとされている。2015年時点で64カ国が市場における GMO 製品の表示を義務付けている。 米国やカナダの国策では、蘇生の重大な相違、または健康影響の文書化が考慮される時のみ、表記を求めているが、一部の州はそれらを義務とする法律を制定した。2016年7月、国の基準となる GMO 食品の表示を規定する広報114から214が制定された。一部の管轄区域では、表示要件が製品に含まれる、 GMO の相対量次第である。南アフリカにおける自主的な表示を調査した研究では、遺伝子組み換えものなしと表示された製品の31%で、GM 含有量が1.0%以上だったことが判明した。欧州連合域内では、GMO 含有が0.9%を超える全食品や飼料には、表示を掲げなければならない。 食品及び資料内にある GMO の試験は、ポリメラーゼレンサ反応やバイオインフォマティクスといった分子技術を用いて日常的に行われている。2010年1月の論文では、完全な産業用大豆油処理チェーンに沿った DNA の抽出及び検出法が除草剤耐性大豆の存在を監視するとして、次のように書かれている。 ポリメラーゼ連鎖反応終点による大豆レクチン遺伝子の増幅は完全に生成された。大豆油に至るまでの抽出及び生成プロセスの前段階で無事成功に終わった。イベント得意プライマーを使用した PCR 試験法による RR 大豆の増幅もまた、おそらくサンプルの不安定性に起因する生成の中間段階を除いて抽出及び生成の前段階で達成された。 特定の炭査針を使用したリアルタイム PCR 試験法はすべての結果を確認し完全に生成された大豆宇宙の遺伝子組み換え生物を検出及び定量化できることを証明した。我々の知る限りこのことは決して以前報告されたことがなく生成宇宙の遺伝子組み換え生物のトレーサビリティに関する重要な成果を表すものである。トーマス・レディックによると 竹樹粉の検出及び予防は農業局と天然資源保護局が提供する提案を通じて可能である。この提案には共存の重要性に関する農家への教育、共存を促進するツールとインセンティブの提供、遺伝子流動を理解及び監視するための研究実施、作物における品質と多様性の保障、農家への実際の経済的損失に対する保障の 影響などが含まれる。遺伝子組み換え食品の論争は、遺伝子組み換え作物から作られた食品の使用をめぐる一連の論争で成り立っている。その論争には、消費者、農民、バイオテクノロジー企業、政府規制当局、非政府組織、環境及び政治活動家、科学者が関わっている。主な意見の不一致には、GM 食品を安全に消費できるのか、 環境に害を及ぼすことがあるのか、適切に試験や規制が行われるか等が含まれる。科学研究及び出版物の客観性にも意義が唱えられている。農業関連の論争には、農薬の使用と影響、種子の生産と使用、非 GM を作物や農場への副作用、種子会社による GM 食料供給の潜在的な管理などが含まれる。 GM 食品が発明されて以来、この論争は続いており、メディア、裁判所、地方、地域、中央政府及び国際機関を席巻している。ありがとうございます。